はい、こちらは総合監督と申します。ウイニングイレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今回なんですけれどもね、11月7日木曜日メンテゴにやってくる週刊 FP ガチャ POTW の予想をやっていきたいと思います。はい、先週の予想ね、11人中4人しか当たらなかったということで、今回また頑張ってやっていこうと思うんですけれども、その前にですね、なんか昨日ね、ちょっと、週刊 FP ガチャの来たね、面々を見てたんですけれども、実はね、パッケージ、ウイレ2020のパッケージに出ている4チーム、ユベントス、バルセロナ、バイエルミュンヘン、そしてマンチェスターユナイテッド、この4チームから、代表ウィークをね、除いてね、週刊 FP ガチャに搭載されなかった日っていうのが、週っていうのがないんですよ、実は。はい、そういうなんか事実を発見しました。これかなり、大きいですよね。今週ね、結構ビッグクラブというか、スペインのリーガのね、三強とかバイエルンとかね、あとはイングランドとか、その辺も結構ね、取りこぼしてるチームね、勝ち点取りこぼしてるチームがね、結構あるんで、わりかし、微妙なガチャになるのかなと思ったんですけれども、勝った強豪からきっちり、選ばれてくるんじゃないかなと、思っております。ということで、お楽しみのね、それじゃあ、週刊 FP ガチャの予想やっていきたいと思います。それではいきましょう。ドイツブンデスリーガいきたいと思います。まずはですね、フランクフルト VS バイエルミュンヘン5対1でフランクフルトが大勝してます。レバノフスキの1ゴールのみに終わったということで、ここから選出はちょっと難しいかなという気がしますね。ニココバチ監督が、フルスフランクフルトにね、歴史的大敗を喫したということで、この試合で解任が、発表されております。なお後任はね、アルレグリとかモーリーニョとかの名前が上がってるみたいです。はい、次いきたいと思います。レバークーゼン VS ボルシアですね。1対2でね、レバークーゼン勝利しております。フラントの1ゴールということで、ここ負けてるんで選出は難しいかなといった感じですね。そしてアウクスブルグ VS シャルケ2対3でね、シャルケが勝利してます。シャルケから1ゴールを挙げる活躍をしました。こちら、アミヌ・ハリトですね。ここも来てもおかしくないかなっていう感じはするんですけれども、期待度的には一度来てるんでね、ちょっと微妙かなって感じがします。そこまで活躍したわけではないです。はい、来るとしたらこの選手じゃないでしょうか。シャルケね、ベンチかな、ここは。はい、オザン・カバク選手。はい、この選手ですけれども、センターバックでありながら1ゴールの活躍ということで、期待度は大。顔はモブではありますが、19歳と非常に若いので、FP としてきたら結構強い、なんか黒玉選手とかになるんじゃないかなって感じがしますね。はい、ということで、以上、ドイツブンデスリーガでした。はい、それではいつもはね、あまり紹介しないんですけれども、今回ね、ポルトガルリーグの方見ていきたいと思います。ポルト VS アベス1対0でポルトが勝利してます。1ゴールを挙げる活躍しました。センターバックなんでね、1ゴールということで結構来やすいかなという感じがします。期待度は大。はい、32歳のセンターバックですね。はい、1ゴールの活躍でした。次見ていきたいと思います。もう1チームね、ポルトガルからいきましょう。ベンフィカ VS、リオアベ、2対0でベンフィカが勝利してます。ここまでセンターバックでありながら1ゴールの活躍でした。ここかなりの人気銘柄です。ルーベンディアス、はい、1ゴールの活躍でした。期待とは大。はい、こう来たらみんな嬉しいんちゃうかなって感じしますね。はい、待って、もう一人。そしてベンフィカからね、1ゴール1アシストの活躍でした。ここね、ビッツェ、はい、結構ね、僕の中ではかなり有名な選手です。1ゴール1アシストの活躍、期待とは大。はい、ということで以上、ポルトガルリーグでした。はい、それではスペインラリーが行きたいと思います。まずはね、一番上の試合は特に来そうな選手はいないかなという感じがしました。レバンテ VS バルセロナ3対1でレバンテが勝利してます。地元市では結構ね、辛辣に書かれたりもしているみたいです。大打差に加えて、無気力な出来でわずか7分という嵐のような猛攻になすすべなく敗れたということで、1ゴール上げる活躍のメッシ、PK によるゴールなんですけれども、その他にもね、ゴールが幻になった、シーンとかもありましたし、メッシに限って言えば、調子、D や E にはならずに、最低でも C は、維持できるのかなという感じがします。B か A ぐらいがなんか妥当かなって感じもしますけどね。そしてセビージャ VS、一つ言い忘れました。レバンテ VS バルセロナなんですけど、レバンテ、金星上げたんですけれども、おそらく誰も来ないかなという、感じがします。はい。バルセロナへの忖度。一応ね、ブログの方にはちょっと詳しく書いてるんですけれども、よかったらね、ブログの方も、チェックしていただけたらなと思います。次行きましょう。どこやったかな。セビジャ VS アトレティコ、ここも1対1の引き分けということで、特に来そうな選手はここもありませんね。
そしてレアルマドリード VS ベティス0対0の引き分けということで、ここね勝てば首位だったんですけれども、まあ勝ち点をね、1しか取れなかったということで、で、この選手来るんじゃないかなということでジョエル・ロブレス、まあ特にね能力も低いし、顔もモブなんですけれども、マドリーからね引き分け0点に抑えたということで、まあ、その意味も込めてちょっと来そうだなって感じがしますね。無失点、22本中枠内7本のシュートすべてシャットアウト、期待度は大。はい、それでは次行きましょう。バジャドリード VS マジョルカ、久保選手ね久しぶり、まあ、5試合ぶりの先発出場で58分までプレーしたんですけれども、まあ出来はあまり良くなかったみたいでね、ベンチに置かれる意味を示したみたいな感じのことを書かれてたみたいです。いやあとはまあ結果をねずらずらずらと書いておきながらも、ソシエダ見ましょうか。はい、グラナダ VS ソシエダ1対2でソシエダが勝利してます。一応ね2ゴール上げる活躍でした。ポルト選手ね、この選手ねおそらく来そうかな、まあ来そうかなというか、まあ来てもおかしくないかなということで期待度は中。はい、番号で、ね、2ゴール上げる活躍でした。はい、ということで、あとまあレガネス VS エイバルが、まあ、イヌ選手ね今日も元気に先発出場、85分までプレーということで、以上ラリーガでした。次オランダ エールディビジー行きたいと思います。 エールディビジーはね一応3強アヤックス、PSV、そして、ユトレッチを中心に見ていきたいと思います。まずはね、こちらズボレ VS アヤックスですね。2対4でアヤックスが勝利しております。まあ、4点も取ってるんでね、ハキム・ジアシュ、2アシストの活躍でした。はい、ここですね、前回ここ予想したんですけど見事にね外してしまいました。2アシストの活躍、期待度は中。次、もう一人ね2ゴールを上げる活躍でした。こちらプロメス選手ね、2ゴールを上げる活躍、期待度は大。ここは全然来てもおかしくないかなという気がします。スキルも結構持ってますね。そしてもう一人、ここにはいないのか、こっちか、はい、いましたね。2ゴールを上げる活躍、こっちもね2ゴールを上げる活躍でした。ダビド・ネレス選手、2ゴールの活躍、期待度は大。はい、相変わらずね、眠そうなムバッペみたいになってますけどね。次行きましょう。ロッテルダム VS ペースベイ、2対2でねペースベイ引き分けております。はい、まあ、引き分けということで特に誰もねいません。はい、次行きましょう。RZ VS トゥエンテ、3対0で RZ がね、勝利しております。現在ね、まあ、RZ これね、2位のチームなんですけど、まあ、2位に RZ がね強いということで、次それだけ。はい、フェノールド VS、逆ですね、フェンロ VS フェンロ VS フェイエノールドね、0対3でフェイエノールドが勝利しております。ベルフハウス、この選手ね2ゴール上げる活躍でした。期待度は大。結構ねコンスタントに活躍してるのでね、そろそろ来てもおかしくないかなという気がします。次、ユトレヒト VS シッタールド、ユトレヒトあった。はい、なんと6対0でねユトレヒトが勝利してます。結構まあね、いろんな選手がゴールを決めてるんですけれども、こちらファンデストレイク、この選手は2ゴールの活躍でした。まあ、期待度は中。 OK、はい、ということで以上オランダエールディビジでした。それではイタリアセリアの方参りたいと思います。まずはねローマ VS ナポリ、2対1で、ローマが勝利しております。ビッグクラブ同士なのでね、勝ったローマから誰か選ばれてもおかしくないかなという気がします。まあ、その筆頭候補がこちらニコロ・ザニオロですね。1ゴール前節に続いてね得点しています。期待度は中、あ中じゃない、ごめんなさい、期待度は大はい、結構スキル持ってますね。20歳と20歳ね、非常に若いです。はい、次見ていきましょう。ボローニャ VS インテル、1対2でインテルが勝利しております。ルカク選手ね、1ゴールはまあ PK によるゴールだったんですけれども、2ゴールの活躍でした。期待度は中。はい、次行きましょう。トリノ VS ユベントス、0対1でねユベントスが勝利しております。まずはこちらね、デリフト決勝ゴールとなる、まあ、1ゴール、そしてねセンターバックということで、期待度は非常に高いです。大。はい、次参りましょう。あとねこの、まあ、対戦したトリノからね、はい、ゴールキーパーねサルバトーレ・シリル、この選手ですけれども、19本中10本、シュート止めてます。あ、止めてないね、1失点ですね19本中10本ね枠内入ったシュート、まあ、1失点のみに抑えたということで、期待度もねここは非常に高いです。大。 OK、 次行きましょう。アタランタ VS カリアリ、0対2でねカリアリが勝利しております。はい、でカリアリねセーターバックのピカザーネという選手がね、1ゴールの活躍でした。はい、
期待度は中。今週ね、結構センターバックがゴール決めてるんですよね、海外でね、はい。あとまあ結果をこれずらずらずらとね、表示しております。うん、でやっぱり最後ミラン VS ラツィオですね、ラツィオ、はい、1対2でラツィオが勝利してます。インモービレ選手、まあ、この選手本当にコンスタントによくゴール決めてるんでね、いつ来てもおかしくないって感じです。ワンゴール上げる活躍でした。期待度は中。まあ、もうちょっと固め打ちした時とは行くのかな。はい、ということで以上セリエ A でした。はい、それではフランスリーグワン行きたいと思います。ディジョン VS パリサンジェルマン、2対1でね、最下位のチームにパリサンジェルマン敗れてしまいました。はい、しかしね、ムバッペ1ゴールの活躍ということで、はっきり言いますとね、まあ、調子はね A か B にはなりそうだなって感じがしますね。結構見事なゴールでした。はい、なんかムバッペのゴールって結構なんかいいんですよね。で、まあ、前回来なくて今回の負けて1得点で選出されたらちょっとびっくりかなという感じがねしますね。多分来ないでしょう。来たらほんまにびっくりです。トゥールズ VS リオン、2対3でリオンが勝利しております。はい、オリンピックリオンね、そこで、まあ、今節もやってくれました。どこ行ってありました、はい、メフィス・デパイ2ゴールの活躍でした。期待度は大、まあ、ほんまにデパイはようゴール決めますね。はい、次見ていきましょう。マルセイユ VS、リル、2対1で、マルセイユが勝利しております。ここから、サンソン、はい、モルガン・サンソンね、この選手なんですけれども、ワンゴールを挙げる活躍でした。期待とは大、まあ、いい感じで結構なんか総合値高いんですよね。はい、ということで次参りましょう。ボルト VS なんとごめんなさい、はい、ちょっと噛みました。ボルドーないな、あれ上か、はい、ボルドーからね、2対0でボルドーが勝利しております。ワンゴールを挙げたクランソワ・カマノ、この選手、期待度は中。はい、そして同じくね、期待度中の選手、この選手ですね、ファン・ウィジョ、韓国代表選手ですね。期待度はこちらも中、ワンゴールワンアシストでした。ということで以上リーグアンでした。それではイングリッシュプレミアリーグ参りたいと思います。まずはこちら、ボーンマス VS マンチェスターユナイテッド、1対0で、ボーンマスが勝利しております。ジョシュア・キングね、この選手ワンゴール上げる活躍だったんですけれども、まあ、アンバサダーじゃない、パートナーシップクラブのね、マンチェスター・ユナイテッド破ってるということで、ちょっとなんか来ないかなという感じの方が強いですね。はい、次行きましょう。アーセナル VS、ウォルバーハンプトンは1対1の引き分けということで、まあ、アーセナルで来るとしたら、まあ、この選手かなという感じがします。失点を1点に抑えた、ベルント・レーノですね、はい、レーノ25本中8本のシュートを枠内に打たれております。そのうちまあ1失点なんで、まあ、こちらも来てもおかしくないかなという感じはしておりますが、ただ期待度は中。次、アストンビラ VS リバプール、1対2で、ね、リバプールが勝利しております。ワンゴール上げたアンドリュー・ロバートソン、こっちはね、こちらは、まあ、クラブセレクションの方で登場しているので、まあまあほぼほぼ来ないですね。そしてこちらサディオ・マネ選手、まあ、クラブセレクションにも登場してないし、ワンゴールワンアシスト、全ゴールに絡む活躍ということで期待度は大。 OK、 次参りましょう。ウェストハム VS ニューカッスル、入荷する、はい、ありました。センターバックのフェデリコ・フェルナンデスという選手がワンゴールを挙げる活躍でした。まあ、ただ来ないかな、どうだろう。期待度は小、センターバックですからね、一応名前だけ挙げておきます。そして同じくクラーク、まあ、この選手もワンゴールを挙げました。もうセンターバック本当に今週よくゴール決めてますね。期待度は中。 OK、 次行きます。シェフィールド、はい、なんかもう変なとこばっかりだな。シェフィールド VS、バンリー、3対0で、ね、シェフィールが勝利しております。でここで3アシストを上げる活躍、ここですね、リス・ムセ、はい、この3アシストということで、まあ、結構3アシストでなんか秀逸だなという感じがするんですよね。期待とは中。何もスキルがない。こんだけアシストしてんのに。はい、次行きましょう。マンチェスターシティ VS、サウサンプトン、はい、前節大敗したねサウサンプトンですけれども、マンチェスターシティが2対1でね勝利しております。まずはワンゴールを挙げる活躍でした。アグエロは来ないんでしょう。はい、そしてここね、カイル・ウォーカー、あれどこ行った、はい、いました、はい、カイル・ウォーカー選手ね、ワンゴールワンアシストの活躍、期待とは大。
まあ、ちょうどね、クラブセレクションにも選ばれてませんでしたしね。そして次、ワトフォード VS チェルシー、1対2でチェルシーが勝利しております。1ゴール1アシスト、ここも全ゴールに絡む活躍でした。タミー・エイブラハム、結構なんかいい動きでしたよね。期待とは大、2度目の登場なるかといった感じなんですけれども、あー待って、もう一人だけ、1アシストの活躍でした、ジョルジーニョ。はい、結構なんか僕の見てるニュースサイトではね、なんか取り上げられてましたね。美しいパスだったとかなんとか。期待とは中。OK、次参りましょう。クリスタルパレス VS レスターシティ。0対2でレスターが勝利しております。なんか今シーズン、レスターめっちゃ強いですね。ジェミー・バーディ、1ゴール上げる活躍でした。期待とは大。前回、まあ、ハットトリックで来なかったんですけれども、その分もたまにたまってきてもおかしくないという感じですね。OK、そしてエバートン VS トッテナム、1対1の引き分けでした。まあ、ここはちょっとあまり深くね、触れないようにしたいと思います。はい、ということで、以上、イングリッシュプレミアリーグでした。それではね、11人選出していきたいと思います。いきましょう。ナンバー11、ジョエル・ロブレス。今週僕が選んだゴールキーパーは彼、ロブレス。ここ来ても誰も喜ばへんやろと思うかもしれないが、マドリーに引き分けて首位浮上を防いだことからバルサにごまをするコナミがこれで表面化する。やめてー。ナンバー10、ニコロ・ザニオロ。先週に続いてゴールを決めたことからも期待十分。ローマ期待の若手 OMF はノーマルでも強くなるとローマニスタからの人気も高い。でもなんかね、着てる服がね、それユニフォームちゃうで。ナンバー9、オザン・カバク。3チームしか搭載してないのにもかかわらず、実は搭載頻度が非常に高いブンデス勢。勝ったシャルケから19歳若手センターバックが登場。上限レベルも高く、結構強く なるので話題になるんじゃないかな。でもモブやで。ナンバー8、モルガン・サンソン。難敵リールを破ったマルセイユから誰かを選出しよう。そんな気持ちになったならまさにサンソンがおすすめだろう。能力ももともと高く、顔面もこういうフェイスでいい感じやで。ナンバー7、ピッチ。さあまた来たかピッチよ。ワンゴールワンアシストで期待が高まる。僕はピッチを引くのがとても得意としているので、どうせ今回も引くんでしょ、ショッペーよ。ナンバー6、ダビド・ネレス。アヤックスでコンスタントに結果を出し続けるネレスがいよいよ搭載されるはずだ。眠たい顔したムバッペ？うん、確かにどの映りを見ても眠たそうだ。でも試合ではしっかり活躍する。なんかいつも以上にこの写真は眠たそうやね。ナンバー5、メンフィス・デパイ。先週ついにタガリアフィコが週刊 FP で2度目の登場となったことから2度目の解禁と思って間違いなさそうだ。毎週毎週リオンで活躍しまくる彼を選出しない手はない。2ゴールいくらなんでもそろそろ来るやろ。ナンバー4、ジェミー・バーディ。そろそろ来てもいいんちゃいますか。プレミアで今季すで、に2桁得点を記録。このペースは奇跡の優勝を果たした2015-16 シーズン以来となる。確かに今シーズン調子よくここまで3位につける大健闘。そろそろ来てもおかしないやろ。ナンバー3、マタイス・デリフト。いまだにナショナル以外の週刊 FP ガチャ POTW ではパッケージの4チームから1人も来ないということは一度もない。その説を信じるのであれば、ユベントスから来ないはずがない。そしてユベントスから来るのは唯一ゴールを挙げたデリフト以外にない。ナンバー2、カイル・ウォーカー。ちょうどいい具合に CS にも選ばれていないし、今週活躍したサイドバックが他に見当たらない。ワンゴールワンアシスト、間違いなく試合のヒーローとなった彼にははっきり言って資格なし。他に適任者なんていないよ。そして流行るナンバー1はセリゴー、サディオマネー、リバプール。はい、ということで今週のね、週刊 FP ガチャ POTW の目玉選手はサディオマネ選手です。今週の目玉選手はマネ以外にありえない。負けが濃厚な時間帯から1ゴール1アシストで試合をひっくり返し、勝負強さを見せつけたということでね、まあ、ここほんまにほぼほぼ来るんちゃいますかみたいな感じですけれどもね。まあ今週ね、マンチェスターシティ、そしてリバプールのね、まあ、クラブセレクションの延長みたいな感じになっちゃいましたけどね。まあ果たしてどうなのかといったところですけれども、本当にどうなることやら。まあ今回ね、まあ、新たな説ですね、まあパッケージの4チーム、まあ、そのちょっと優位性みたいなのがね、証明されればなと、思っております。ということで、皆様の予定じゃない予想はね、いかがだったでしょうか。
またね、コメント欄なんかにコメントいただけたら非常に嬉しいです。ということで、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。